こんにちは。今日は日本の経済ニュースで最も注目されているトップ5のニュースを要約してお伝えします。1、マクドナルドが値上げを発表。テリヤキマックバーガーなどが400円に。詳細はこちら。http://jin115.com/.archives/.52388837.html。 2. 中国の消費者物価指数が3ヶ月連続でマイナス。デフレの懸念が続いています。詳細はこちら。https://www.iza.ne.jp/.article/.20240112 半分 X3 アフクポエム 7JFH3U5 クススモスラッシュクエスチョンマークアウトプットタイプ。 イコールアンプ。3、株式市場における投資戦略に関するアドバイス。詳細はこちら。http://、教えて .goo.ne.jp、//qa/.13706532.html。4、中国が株の長期投資を奨励。発行、流通市場のバランスを目指す。 詳細はこちら。https コロンスラッシュスラッシュ jp。ロイター。com スラッシュマーケッツ。スラッシュジャパンスラッシュファンズスラッシュ。plb 6 b 2 jkxzm 2 hak 3時時たなな四運二零二四運零一運一。スラッシュ。語日経平均株価の今年の高値予想。デフレ脱却に期待。詳細はこちら。 https://www.gg.com コロンススララッッシシュュスラッシュ amp スラッシュアーティクルクエスチョンマーク k イコール 2024011201131&g イコールエコハッシュタグ日本経済ハッシュタグニュース解説ハッシュタグ経済同行